はい、皆さんこんにちは、鶴木健ちゃんでございます。今日はですね、先日釣ってきました稚魚をね、さばいてみようの動画でございますね。で、本当はね、三枚おろしにするところもしっかり動画に撮りたかったんですけれどもね、なかなかちょっとそれは難しかったです。帰ってからね、バタンキューですぐ寝てしまいましたしね。で、翌日ね、撮ろうにもちょっとね、まあしんどくてこう忘れてしまったっていうのもあります。ごめんなさい。また今度お届けしますから。で、今日はね、三枚にさばいた魚をね、切り身にこうね、しまして、それをね、刺身にさばいていくというね、そういう動画をお届けしたいと思いますんでね。どうぞご覧になってください。ね。まあ私ね、あんまりさばくの、上手でもないです。釣り30年間やってさばいてますけど、まあいい加減なもんです。ね。刺身に皮が残ってたり、そういうこともございますけれど、細かいことはね、ど素人でね、自己満足の世界なんで、ご勘弁ください。ね。はい。それではね、動画の方を見てください。VTR。はい。ね、じゃあ、これ、昨日3枚にこれ実はおろしてあるんですね。で、今日はね、それを取っといたんで、これね、皮引いてお刺身にしようかと思います。ね。私も長いことをね、それは30年ぐらいやってんですけど、まあ、なんちゅうかもうね、雑な釣り人ですから、もう適当なんですよ。もうこの、チヌの皮剥ぐのってね、チヌ柔らかいからなかなか難しいんですよ、これ。必ずね、皮が残るんですよ、私やると。もう、ほら、これ残ってますよね、これね。だから、チヌの皮ってね、これ意外とね、取るのがこれ難しいんですよ。まあ、動画でね、この辺上手にやってる方いますけどね。もう私なんかはもうこれ適当ですわ、言ったら。ね。まあ、このぐらいね、こうね、これ皮残ったって別にこんなのね、ちょちょいのちょいでこう、ちょっとね、簡単にこうしてピッと削ったらね、おしまいなんですよ。あんまりね、素人の、料理はごちゃごちゃ言ってはいけません。ね。まあ、細かいことあんまり言ったらね、皮ぐらい食ってしまってもね、これぐらいうまいもんですから、あんまり私気にしません。ね。で、こっち、片身の方ね、これ刺身にしてもいいんですけど、私ね、このハラミの方はね、よく煮付けにこれ使いますんで、私の場合ね。うん。で、今日ちょっとだけね、お刺身ばっかでも飽きるんでね、初日のお刺身ってね、どっちかっていうとコリコリした感じなんですよ。ね、コリコリしてるんですよ。コリコリしてうまいんですよ。で、一日寝かすとね、これねっとりしてきて柔らかいね、味のあるね、肉ですから、お刺身になりますよね。はい。で、こういう感じでね、ここでこう骨のところね、こう横ピーッとこう切ったらいいわけですね。はい。こういう感じでね、中押し取って、ね、切れない包丁ですね。さっきちょっと急いだんですけどね。ゴシゴシやってますよね。ね、でこれはもうね、アラと一緒に私これ炊きますから。ね。で、これ、ね、やっていきますね。なかなかもう、チヌの皮だけもね、何年やっても私うまくいかないんですよ。まあ、不器用なんでしょうね、そもそもね。でちょっとだから、ちょっとね、残るぐらいで身が、これちょっと引きますから、こうやってね。はい。はい、あと一つですね。こんな感じですか。で、こっちの方はお刺身をちょっと取っておいて。はい。で、ね、もうこっちでいいかな、こっちだけで。ね、これで、アラの方はね、取っておいて。で、こっちお刺身用のやつなんでね。これを皮引いていきますね。本当は3枚におろすところからね、取ったらよかったんですけどね。さすがに釣り帰ってきた日ね、グロッキーでも疲れてね、何もできなかったんでね。こういう状態からちょっと今日はお届けしますけれどね。はい。ってことで取りますよね。はい。はい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 。そうすると、まあまあ、こういった具合にね、柵取りできますから。で、今度これを、
ですね、今度これはお刺身にしていくんですけれども、はい、こっちの煮物にするやつは一旦それで、向こう裏でいいのかな、ね、ですね、あとこれを適当に切っていけばいいんです。もうあんまり細かいこと気にしないでね、もう私多少の鱗でも血でもね食ってしまいますから私はね。ね、はい、これとこれとこれ、そんなにまあまあね大きくないんでね、40センチ台ぐらいのチンネンね、40ちょっとぐらいのね、まあどう切ってもいいんですけどね、これしようかな、ね、ちょっとね小さめなんで、こうなんていうんですか、こうそぎ切りっていうんですかね、こんな感じに切ってあげるとね、身の表面積が大きくなりますから、普通のお刺身のサク切りにするよりもね、ちょっといいかなとはね、小さい場合は思いますね。はい。で、これを、よいしょ。よいしょと寝かしますと、ちょっと皮のついたね、こうやってちょっと皮のついたお刺身になりますからね。で、他のも、まあ同じようにね、切っていきます。はい。で、ね、せっかく釣ったんですから、スーパーのね、お刺身みたいに、あんまり薄っぺらいのはね、私、やっぱりね、醍醐味ないですから、ちょっとね、厚めに切っていただいてね、豪華にいただいていただければとね、思いますね。はい。ああ、こう、皮ついてますね、これね、皮。はい。はい、で、次いきます。ね。細かいこと言ってはいけませんというか、私上手じゃないんでね、そんなにはね、はいはい、もう本当に漁師料理みたいな感じですからね、はい、はい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 、できました。はい、次、はいはい、最後ですね、はいはいはい、最後ですね、これ鱗ついちゃって、さて最後に一つ、まあこれね、そぎ切りにこういうふうにしておくとね、お刺身でもいいんですけどね、これ昆布締めにするとうまいんですよ。大体こういう水分のね多い白身の魚って昆布締めにするとうまいですから、水分がね適度に抜けてね、はい、できました。はい、完成です。ね、まあ、こんな感じにできるわけですよ。ね、まあ、ど素人で料理ですから、これぐらいで勘弁してください。ね、でも釣りを思い出しながらこれを食うとね、またうまいんですよ、これがね。はい。そして、こちらの方ですね。こちらの方はね、これからこれをね、まあ、刺身にしてもいいんですよ。この腹の身とかね、この辺、美味しいんですよ。うん、でも私はね、これね、適当にこうやってぼっつりこう切りましてね、こうぶつ切りにします。これここでね、まあ、フライにしてもいいんですけど、私煮物を結構ね、甘辛く煮のお魚好きなんですよね。はい、あ、これ柔らかいな、腹の身うまそうだな、刺身にしてね。だからこっちのね、アラの系統はね、ていうかこの腹の身の方はね、主に私ね、煮物にしたりしてね、食べることが多いですね。もうこのぐらいでダブッと切っといて、まあ、これでいいですね。これでね、これ煮物になりますよね。うん、もうこれをね、あとは味付けしてこう煮ていくだけですね。またこれもね、作っておけば何日か楽しめますんでね。はい、ではね、今日はまあ簡単にこんなとこでした。はい、いかがでしたか。家庭でやるもんなんでね、皆さんもあんまり細かいことにこだわらないでください。ね。包丁だけはね、出羽と柳葉のね、しっかりしたものをね、買われるといいと思います。ね。研ぐのも難しいんですよ。でもやってるうちにね、そのうちには上手になりますから。ね。皆さんも、試してみてください。ね。で、まあ、素人料理ですから、ぐらいのもんで十分なんです。もうね。で、それを美味しく食べてね、一日の釣りを振り返ったら、さらにね、楽しみも何倍にも膨れ上がりますんでね、皆さんの方もどうぞね、お楽しみになってください。ね。で、今度、それをね、
美味しくいただくっていうことも非常に大事なことですから、あ、そういった動画もね、お送りさせていただこうと思いますね。今日は疲れてるせいか噛み噛みでごめんなさい、勘弁してください。はい、それではね、またお会いいたしましょう。さようなら。